僕の恩師の話を少しします。僕ね、慶応に大学入ったんですけど、慶応では結構いい先生と巡り合ったんですよ。だから今でもよく覚えてる先生は、例えば教養課程とかだと、まあ、慶応なんですけど、ドイツ語の先生でね、北条先生って人がいたんですよ。ですごいちょっと中二病感満載みたいな感じの人で、あ、でも結構年齢はいってるんですけど、すごく面白くて、それで僕ドイツ語すごい好きになっちゃって、週にね3回ぐらい、教養ですよ、しかもいわゆる単位とかにはならないような純粋な教養課程みたいなやつなのに、しかも理系なのに、週に3時間分、3コマ分だから、まあ3時間かける 3×90 分か、ぐらいドイツ語の授業を受けてたっていうぐらい好きな先生がいたんですよ。やっぱりその先生のすごいところって、あのもちろん面白くね授業とか知識を説明するってのも大事なんですが、やっぱその先生を好きになると、好きな人が興味持ってることって聞きたいし、好きな人の話って残るじゃないですか、頭に。だからやっぱそういう先生ってやっぱ人の人生を大きく変えるんで、だから僕はやっぱりヨーロッパとかに興味をすごく強く持ったのも、まあおそらくその先生、北条先生のおかげかなと思ってます。その結果ね、今フランス、まあ最近はねコロナで行けないけど、行ったりとかヨーロッパとか行くようになったんで、だから今僕はすごいその北条先生に感謝してますね。で、先生とか、あとは他にもね、まあいろんな先生いっぱいいるんですけど、あの斉藤先生っていう先生が慶応にいまして、あのね、すごい先生だったんですよ。あの慶応在学中にあの助教授だったんですけど、多分戦後最も若い年齢、30代前半とかかな、だから今の僕とほぼ同じぐらいの年齢だと思うんですけど、そのぐらいの年齢で、あの世界トップレベルの東北大学の金属材料研究所に教授待遇でヘッドハンティングされた先生がいて、この人すごく面白くてね、あの材料科学の先生だったんですけど、なんて言ったらいいんだろう、あの夢を感じさせてくれるんですよ。あ、科学ってこんな夢あるんだみたいな、すごい物理ってかっこいいって思わせてくれた先生がこの先生で、この先生の講義もめちゃくちゃ分かりやすくて、フーリエ変換とかの授業をね教えてくれたんですけど、物理数学のやつですね。あれで僕すごい数学、物理数学めっちゃ好きになりましたね。で、残念はその先生は、その僕が研究室に入る年になった時にはもうあの東北大学にあの移っちゃったんで、その研究室に入らなかったんですけど、もうそういう先生もいましたね。だからね、やっぱあのね、かっこいい先生っているんですよ、やっぱり。ただそれっていうのは、なんだろう、こう僕はやっぱ専門知識とかそういった憧れみたいなものから入ってくるので、生き様がかっこいい先生ってかっこいいですよね。だって一番感謝してる先生は、慶応の時に僕が佐藤研究室っていうですね、物理情報工学とかなんですよ、そこの研究室に入ったんですけど、この先生はもう定年されちゃってるんですけど、この先生が一番人格者でした。はい、今ちょっとコロナなんで行けないんですけど、毎年ね、生徒のためにすごくいいワインを用意して、しかも先生自身がその生徒たちのためにご飯を作って、研究室のご飯会を先生の自宅で毎年やってるっていう先生だったんですよ。で、すごい昔の OB さんとかも来て、まあ、ワイン飲みながら先生が話をしてみたいな。で、僕も正直研究室の時にあんまり模範的な学生ではなかったです。例えばやっぱりね、研究とかもやりながら医学部に行きたいなと思ってて、なんかそういう勉強したことしてたりとかしたし、あとはそのテレビとかにもね、もう大学院とか大学の4年の時から出てたんで、やっぱりこうどうしてもこう、なんだろう、不真面目って言うとあれですけども、他の学生さんに比べたらね、やっぱりこう結構こう余計なことがやってるっていう、そういう学生だったんですけれども、まあそんな僕だったんですけど、まあちゃんとね、いろいろ教えてくれて、別に嫌味を言うわけでもなくですね、まあしょうがないなとは、まあしょうもねえやつだなと思われたかもしれないですけど、まあそういう先生がいたおかげで、僕は結局その、まあ芸能というかタレント活動っぽい方向に行っちゃいましたけど、結局行っちゃいましたけど、僕は今でもその物理が大好きなのは、この佐藤先生のおかげなんですよ。まあ今でも、今コロナなんでね、行けないんですけど、卒業してからも、この佐藤先生のお家でやられている、まあ、年始のね、年に1回だけあるワイン会には、ワインを持っていくというのをやっていると。はい。っていう感じですね。はい。だから本当、恩師はいっぱいいるんですよ。切り抜き、いかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、の無料の体験リンクと、僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらに、チャンネル登録の方もお忘れなく。それでは、バイバイ。